こんにちは。今回は家の中を荷物を持って横歩きする時の歩き方についてお伝えしていきます。実際この間リハビリのご相談をいただいた時に、家の中って何か持って歩くこと多いじゃないですか。買い物袋とか、この洗濯物を干すカゴとかですね。こういった荷物を持つと歩くバランスが崩れてしまって、麻痺がなしが、内反とか指が曲がるとか、症状が起こってしまうというご相談をいただいたんですね。ですがこういう時って結構なんか物持つとバランスが崩れるの、麻痺だからしょうがないなって思ってる方も結構いるんじゃないでしょうか。これが実は大きな間違いなんですよ。なぜかというと、荷物をたとえ持っていたとしても、体の使い方をしっかりと修正できれば、今よりも楽に足が支えられる可能性があるんですね。そしてこの横歩きでしっかりとした麻痺がなしの支えができてくると、それが結果普通に前方に歩いた時の楽な支え方にもつながってくるんです。なのでぜひ今回はですね、もっと今よりも楽に歩きたいな、まっすぐ前に歩きたいなっていう方のための、より基礎練習としての横歩き、これをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは本編です。この動画では右の足を麻痺側としてご説明します。さて今回は横歩きなんですけども、このいい方への横歩きについてお話をしていきます。でかつ今回は荷物を持ってはいるんですが、実際練習するときはまずは荷物なしで練習していただくと、より体のコントロールもしやすいかと思いますので、ぜひちょっとこうその辺は調整してみてください。さてまずはですね、麻痺がなし、どういうふうに内反しやすいのか、どういう失敗を起こしやすいのかについてお話をしていきます。この立った姿勢から一歩いい方の足を外に開きます。横歩きなので、でこの時ですね、この麻痺がなしで体重を支えないといけません。この時点でまず内反が出やすいので、ここ注意です。この時の注意点としては、いい方の足だけに意識が向いてたら良くないです。いい方の足をひたすら外に出すんだって、もう左足ですね、このいい方の左の足にしか注意が向いていなかったら、それは良くないです。今回で言ったら、この麻痺側の右の足、こっちに一回しっかり体重を乗せてあげてください。このように体重を乗せてあげることによって支える準備ができます。この時麻痺がなし、足の裏全体に体重が乗ってるなーっていうのをしっかりチェックしましょう。でそれが確認できたら、いい方の足をスッと外に出していきましょう。これがうまくいけたら、まず支えるところでの内反、指曲がりは減る可能性があります。ここまでは OK ですね。じゃあ今度次です。いい方の足を出しました。この出した後に上半身ごとこのように傾かせて体重を乗せてしまうとダメです。なぜかというと、このように体が傾くとですね、骨盤がこう斜めになっちゃうんですね。麻痺がなしが上に持ち上がっちゃいます。そうすると足というのはピーンと力が入ってしまうので、この時点で内反とか指が曲がる傾向があるんです。これはですね、特に荷物を持っていると荷物の重みがあるので、ついついこう行きがちです。これ注意してください。そうならないためには、いい方の足を外に出しましたと、その後骨盤が下に下がらないように、上半身が傾かないように、少しこの真ん中を維持しましょう。真ん中をキープするように意識してください。腰は下がらないですね。このように体重移動ができると、よりいいバランスでこのいい方の足への体重移動が行います。そうするとですね、麻痺がなしというのは先ほどに比べたら緊張が少なくて済むので、内反、指が曲がる少ない状態で引き寄せることができます。特に今回の
ここに関しては荷物を持ってると重みがあってなりやすいので注意してください。はい、これはね、あとは行けたら引き寄せる、あとは同じことの繰り返しですね。巻き離しに体重乗せてから外に開いて、腰があまり下がらないように気をつけて楽に引き寄せる、この連続が横歩きです。このような練習をしていただくと、巻き離しに体重を乗せるという練習に自然となってきます。そうするとですね、この横歩きがいずれ前に歩く時の体重の乗せやすさにつながってきます。このようにですね、横歩き、前に歩く、別々に考えるのではなくて、つながりがあるんだという、そういう見方で練習をしてみてください。はい、今回はですね、ご相談いただいた方がこういった洗濯物を持つときにそういう症状がね、内反とか出てしまうよということだったので、ちょっと洗濯物のこのカゴをね、持ってお話をしていったんですけども、当然何も持たない状態でも同じ症状でお悩みの方は当てはまる練習内容になりますので、ぜひ練習していただければと思います。はい、今回はこれで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。